早坂圭介は神奈川県横須賀市出身の元プロ野球選手。横須賀市立赴乳と中学校時代には軟式野球の横須賀スターズクラブでプレー。横浜商工高校の在校時には春夏ともに阪神甲子園球場の全国大会への出場を果たせなかった。3年生だった2002年の夏には神奈川大会の準々決勝で桐蔭学園に敗れている。 2002年のドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズからの8巡目指名を受けたことを機に入団。横浜商工高校出身者から初めてのプロ野球選手になった。背番号は68。千葉ロッテ時代の2012年7月8日、QVC マリンフィールドにて2003年には1軍、公式戦14試合で2盗塁を記録。イースタンリーグ公式戦では22盗塁で、 投類王を獲得した。2004年には、同リーグ2位の30盗塁を記録したものの、1軍公式戦への出場機会はなかった。2005年には、イースタンリーグ公式戦で34盗塁を記録。チームメイトの大田健機と争い、自身2年不利の盗塁王になった。レギュラーシーズンでは1軍に昇格できなかったが、ポストシーズンでは、福岡ソフトバンクホークス戦との プレーオフ第5戦でシーズン初の一軍戦出場。代打で杉内俊志也から内野安打を放つと、その後についた二塁守備で川崎宗則の,の打球を候補するなど、チームの勝利と31年振りのパシフィックリーグ優勝に貢献した。さらに、チームの日本シリーズ制覇でシーズンを終えた後には、アジアシリーズへ出場。対チャイナスターズ戦では、安打と盗塁を記録している。 2006年には、イースタンリーグ公式戦で打率。314、リーグ3位の24盗塁を記録。一軍公式戦にも3年ぶりに出場した。しかし、通算6試合で1盗塁を成功させたものの、通算9打席で無安打に終わった。2007年には、6月19日の対、読売ジャイアンツ戦では、豊田清を相手に試みた儀田が3塁への内野安打になり、 一軍での初安打を記録している。イースタンリーグで打率332を記録し22盗塁で自身3度目の盗塁王を獲得したが一軍ではホセオーティズが2類主として定着していたため公式戦への出場機会が2年続けて6試合にとどまった。2008年には一軍公式戦17試合に出場したが打率が 083にとどまるなど制裁を書いた。その一方で、イースタンリーグ公式戦では、70試合の出場で、リーグ3位の23盗塁を記録している。2009年には、内野手登録のまま、春季キャンプから外野の守備を練習。オープン戦でも好調を維持し、自身初の開幕一軍入りを果たした。公式戦の開幕当初は、 主にダイソーとガイアの守備要員として起用。しかし、6月から西尾勝義に代わって、一番遊撃手としてスタメンに抜擢されると、8月以降は早川大輔に代わって、中堅手のレギュラーに定着した。8月2日のタイ北楽天ゴールデンイーグルス、戦では3アンダを放ち、3本目のアンダが1軍初のサヨナラアンダになった。 8月28日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、7回裏に藤原博士通りから右打席で一軍初本塁打を放っている。一軍公式戦全体では、外野手として45試合、遊撃手として27試合、二塁手として11試合に出場。通算83試合の出場でチーム2位の12盗塁を記録した。2010年には、 新人の小木野隆史がオープン戦から台頭。2年連続の開幕1軍入りを果たしたが、開幕戦のスタメンから外れた。小木野が戦線を離脱した5月下旬から2番で、スタメンに起用されたが、同月30日の対横浜ベイスターズ戦で、投類を試みた際に、相手足との接触によって、左膝前十字人帯及び内側側腹人帯を損傷。 残りのシーズンを棒に振った。2011年には、前年の大怪我から一軍復帰を果たすと、復帰二戦目で決勝の敵地打を放った。一軍公式戦全体では3盗塁を記録したが、出場試合数は22試合で、西岡のミネソタツインズ遺跡によって空いた遊撃の、レギュラーに定着するまでには至らなかった。2012年には、シーズンを通じて一軍に帯同し、 主に二類の守備要員や代創要員として起用され、一軍公式戦68試合に出場。しかし、シーズンを通して、安打一本も打てなかった。イースタンリーグ公式戦でも、二試合の出場で9、打席に立ちながら、無安打に終わった。2013年には一軍公式戦21試合で、2盗塁。2014年には13試合で1盗塁に、とどまった。 その一方で、両年ともシーズン初打席で本塁打を一本ずつ記録した。2015年には10年ぶりに一軍公式戦への出場機会がなく、10月3日に球団から戦力外通告を受け、現役を引退した。現役引退後は2017年3月から横浜市中区の館内でベースボール早坂という自身の名を冠したバーを経営している。 現在はサラリーマン。50メートル5秒9の快速、左右の動きに優れた守備力には定評がある。2008年12月11日のシニアに、西岡剛しと西麻布で食事を済ませたところ、タクシーの無賃乗車に遭遇。被害に遭った運転手からの指示で、西岡と共に全力疾走で犯人を100メートルほど追跡した末に犯人を取り押さえた。 後に運転手が犯人との示談に持ち込んだため、警察署からは感謝状を贈呈されなかったが、一般市民による防犯の原点を示す勇敢な行動として報じられた。応援歌の原曲は2009年までは、恋は水色、2010年からは、ゴー、スカ、ゴー、である。現役引退後に経営しているバーの開店当日にはロッテ在籍時のコーチ、福沢陽一や、 元同僚の今江年賞や福浦和也、唐川祐希、小木野隆から、開店祝いの花が届いた。第26回、全日本少年軟式野球大会神奈川県、代表横須賀スターズクラブ、全日本軟式野球連盟公式サイト、レギュラーシーズン中ではないため、記録上、プロ発案だとはならない。新指揮官の抜擢に応える、小木野隆の度胸と自覚。申請。 ロッテの瞬足2番来期契約について、千葉ロッテマリーンズ公式サイト2015年10月3日、閲覧。赤別求人2015、ロッテ、早坂圭介内野手。スポーツ日本。2015年12月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年12月22日閲覧。ベースボール早坂皆様こんにちは、ベースボール早坂です。 Facebook, 2018年1月13日閲覧。2003プロ野球選手カラー名鑑日刊スポーツ、出版社、2003年、163ページ。ISBN4 から817251727。プロ野球カラー名鑑2008ベースボールマガジン社、2008年、184ページ。ISBN978 から4から583615264。58 ロッテ西岡ダッシュ。無賃乗車男捕まえた日刊スポーツ2015年12月22日、閲覧。ベースボール早坂各界の著名人からお花たくさんいただきました。Facebook2018 年1月13日閲覧。ありがとうございます。